蔡広氏上は中華人民共和国の政治家、軍人。元関東省公安庁党位副書記、関東省委、校長副主任。最終階級は、武警少将。1942年の関東省生,生まれる。1973年11月から1975年9月、文化大革命の時、知識青年として、関東省司教権へ。 1975年9月に、関東省政法幹部学校に入学し、1977年9月に卒業。1977年9月から1995年1月、関東省公安庁経営所事院、副課長、課長、副所長、所長を歴任。1995年1月から1998年12月、 関東省公安庁経営所所長。1998年12月から2003年9月、関東省公安庁経営局局長。2003年9月から2005年6月、関東省委、公庁副主任、商工安庁経営局局長。2005年6月から2012年7月、関東省委、公庁副主任、商工安定経営局局長。 2012年7月から2013年2月、関東省委、校長副主任、商工安庁等委副書記。2013年2月から2015年1月、政教第11回関東省委員会社会と、法制委員会副主任。2015年1月13日の、第11回関東省人民、政治協商会議常務委員会第9次会議で、の関東省委員会社会と、 法政委員会副主任職務の停止及び、政教委員資格剥奪の決定が下された。1月30日、蔡の収賄容疑について中華人民、共和国公安部規律委員会に調査を要請した。その後、公安部規律委員会は、蔡の投席、公職を剥奪するという決定を下した。2016年5月13日に改定する。 関東庁公安庁経営所所長、関東省委員会社会と法制委員会副主任だった1995年から2015年の間職務上の権限を利用して483.88万元の賄賂を受け取ったとされた。蔡は犯行を認める。ありがとうございます。